おはようございます。2020年9月11日朝の波状況です。朝からね、さっき海入ってて、もう虹が結構ずっと出てたんで、取れるかなと思って、まあ、上がっちゃいました。波ですけど、昨日より若干サイズあるかなっていう感じがします。サイズもも腰です。でも朝からもう東の風になってて、まあ、あんま良くはないですけど、まあやれてる感じですね。もう虹が消えかかりみたいな感じになってますけど、こんな感じで、いや、とてもいい朝ですね。
まあでもここの方が多分いいっすよ。あ、一番右側に。というわけで朝の波状況の方終わろうかと思います。この後続いて週末の波予想の方をやろうかと思いますんで、そちらもよろしくお願いします。はい、というわけで週末の波予想を今週もしてみようと思います。外境土曜日は波ありそうです。ただ、風の方が、土曜日は東、日曜日は西っていう感じのね、風向きになっております。まあ、しかも4メーター5メーターぐらいまで吹いちゃうんで、結構まあ面とかに影響がありそうかなっていう、そんな感じです。ただまあ箱を見る限りだと、まあ小さくても腰ぐらいはね普通にありそうですね、土日通して。で土曜日の方がちょっとサイズが上がりそうで、まあ上がるって言ってもそんなめちゃめちゃでかくなるわけじゃなくって、多分胸、まあ大きくても肩ぐらいかなって感じですね。で天気なんですけど、基本ね曇りベースの、まあちょこちょこ雨が降るっていうような感じ。ただまあ最近のね感じだと急にドカって降ってきたりするんで、ちょっと天気も当てにならない感じですね。で、週末週間天気を見ても、まあそんなような感じがずっと続くっていうねところで、まああんま天気は当てにならんでしょうというところです。で箱と、風見たやつなんですけど、まあこんな感じで、土曜日はね朝から上がって、まあ、今日の夕方から上がってきて、まあ、だんだん下がるような感じで、風向きはまあさっき言ったみたいに、東から西になるっていうね、そんな感じです。で次にサイズ上がりそうなのが週末また金曜日ぐらい、まあそれまではちょっと小さいのが続くかなって感じです。というわけで今週末も楽しくサーフィンなさってください。コメント高評価いつもありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、また。